時は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自分のパジュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつか出会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオン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 私の悪友ひとみ土屋天野の3人は前期と私を誘い出すために憑依獣にされてしまう。その罠に落ちた私と前期は学校の裏山へ。そこにはカルマの手によって秘められた呪力に目覚めたアンジュが待っていた。そして遠い昔オズヌ様が使ったという鬼神封じの秘術によって私と前期は石にされてしまった。いえ違うわ。その時前期は迫り来る呪縛の中で最後の力を振り絞って私を助けてくれた。そして間違いなく前期はこう叫んだ。イガチュギ忘れんな。俺様を救えんのかな。お前だけなんだ。本当にあるのですか？オズヌ様の鬼神封印法を記した書物が。ある、絶対ある。前期が言ってたもの、オズヌ様と同じ技だって。ならば必ずその破呪の方法もどこかに載っているはずじゃ。頑張って探せよ。はい。しかしそんな大層な術をなぜあの邪道士の女が知っておったのじゃろう。さてな、それについては相馬の方がよく知っておるじゃろう。相馬さんが？お喜びください、カルマ様。鬼神封じの結界は見事成功。伝説の鬼神前期は封印されました。ご苦労様でした。しかし終わったわけではありません。と申しますと？アンジュの結界はまだ完璧なものになっていません。故にあの子は念を送り続け結界の場を動けぬのです。妙だ。闇の力を使う我ら邪道士に光の側であるオズヌの技が容易に使いこなせるはずがない。どういうことだ、カルマ様？ならばこのゴウラ、封印が完成するまでアンジュの護衛につきたいのですが。でしゃばるな、ゴウラ。カルマ様、私が残るオズヌの子孫を皆殺しにしてご覧に入れます。邪魔者を消せば封印の護衛の必要などありますまい。おお、偉大なる暗黒神がお望みになる世界はすぐそこまで来ています。頼みましたよ、カルマの子供たちは。まったくお手上げじゃな。これだけ探しても何も載ってないなんて。鬼神封じの方法は祓い師の間でも秘術中の秘術じゃ。オズヌ様が秘密の流出を恐れ書物に書き残さなかったとしても不思議ではない。そんな、そんなのってないわよ。ほれ千秋。我に送る真の呪縛、秘術の刃にて呪術を断つ。ハジュ
バジュラオンアーク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 。どうしてよ、私オズヌ様の封印は解けたのに、どうして今度の封印は解けないの。千秋、関葉ちゃん、前期のやつお前なら封印解けるからって最後の力で私だけ外に出してくれたのに、私何もできない。瞳も天野も土屋もみんな憑依獣にされたままだし、どうすればいいの。千秋、払い師の基本は何じゃ。思い出してみ。払い師の基本、それは誰かのために祈ること。そうじゃ千秋、お主も払い師の端くれを自覚するならまず祈ることじゃ。心から祈れば必ず願いは叶うと信じることじゃ。信じる。いつまでもうじうじしてるでない。いつものお前らしく、なんとかなるさの心構えでぶつかってみ。ありがとう。さすが大姉様、説法一つでも年季が違うわい。亀の甲より女子高生。それを言うなら年の甲です、じじい。ほんと年だけ取ってる誰かさんとは大違いですね。それは誰のことじゃな。先ばあちゃん、もう一度探してみよう。どんなすごい封印だって絶対解く方法は残っているはずだもの。うん、そうはいかん。縁もおずぬの血を引く者よ、今日こそ貴様らの家系を赤い血で染めてくれよ。変、うちの家系はずっと前から火の車で真っ赤だよ。家系も見せてやろうかい。安口を喰らえ。鬼神なき今、貴様らごときに何ができる。暗示を護衛するまでもない。封印は完成したも同然だ。やはりそうか。封印が完成していねえならまだ望みはある。何、これから結界の中に潜り込んで暗示の念を絶つ。援護してくれ。無茶じゃ、結界の中はどうなっとるかわからんぞ。心配ご無用、仲間が犯した罪は償わなきゃならん。何、同じ影光への人間としてな。行くぜ。待ってろ、アンジュ。えい、させるか。私の意識の中に現れる。アンジュ、貴様が犯した罪、この俺が裁いてやる。成仏しろ。なんだと。結界の中までのこのこ現れおって、一回の坊主ごとき貴様が何故そこまでアンジュにこだわる。何を寝ぼけたことを。何故邪道士のアンジュがオズヌの秘術を使える。知らなかったのか。答えよ。教えてやら。その女は、アンジュは俺と同じ影荒野の人間だ。ガキだった俺は修行の途中、雪女の精霊と遭遇し取り憑かれそうになった。その時助けてくれたのが影荒野の大僧正様の孫娘アンジュだった。アンジュは男の僧兵よりも数段優れた力を身につけていた。誰もが将来影荒野を背負って立つのはアンジュを置いて他にないと考えていた。だがアンジュは強すぎた。俺たちとは違った。高みを目指しちまったのさ。
奴はある日突然影荒野から姿を消した。そして再び姿を現した時、アンジは全くの別人になっていた。同胞の命と総本山に安置されていた十数個の憑依の身を奪っていった。アマツさえカルマのために縁のオズヌの肘を盗み鬼神を封印するとは、影荒野の辛い思い生かしておけねえ。何がおかしい。これで謎が解けたわ。カルマ様は暗樹に眠る影荒野の血を欲し虜としたのだ。切り札の一つとして使えるように洗脳してな。な、何？それだけ分かれば貴様に用はない。一人ずつ殴り殺しにしてくれるわ。そうはさせんぞ。私たちが相手だ。樹海和尚、ダメ。和尚、私が影荒野の人間だったと。哀れな女よ。いくら優れた力を持っているからとはいえ、所詮はカルマ様の捨て駒に過ぎなかったというわけだ。言うな。そうか、私はずっと以前からお前に会っていた。アンジュ、私は影荒野の戦士だった。そうだアンジュ、記憶が蘇ったのか。そう、カルマの声。騙されてはいけません。あなたは邪道士カルマの子。流されるなアンジュ、気をしっかり持てアンジュ。暗示を返してもらう。俺の思い出、俺の念で、その邪悪な念を追い出してやる。バカな、結界の中心で念を送っている者に触れれば、貴様ただでは済まないぞ。覚悟の上よ。何だと。正義でも仏のためでも何でもありゃしねえ。こいつに元に戻ってもらいてえだけなんだ。どうした、もう終わりか。いくら不死身の鬼神といえど、
石像の状態でバラバラにされたらどうなるかな。また千秋、邪魔だ、どけ。前期には手出しさせないわ。約束したんだ、前期と約束したんだもの。前期の封印は絶対私が解いてみせるって。千秋、どうしたんだよ、おめえらしくねえぞ。戻れ安住、凛としていたあの頃に。戻ってくれ。そう、まずい。いいだろう、望みとあれば貴様から与えてやる壮絶な死を。やめんか千秋。なんだ今のは。何が起こったんだ。結界を破ったというのか。安住、バカ。くだらねえ真似しやがって。俺様を封印しようなぞ、100万年早えんだよ。死に損ないが、今とどめを刺してやる。なんじゃ、どうしたんじゃ一体。樹海王将、石になってたんですよ。わしらか。この大うつけが。そんな弱った体で何ができる。クソ、封印を抜け出たいが、まだ体が思うように動かねえ。前期、こうなったらあれを出すしかねえか。ルドラ。何、ルドラ。なんじゃ。呪力が異様に高まってやがる。千秋のやつ、いつの間にこれだけの力を。お願い前期、人見たちについている身を落としてあげて。火炎獣混合核。我が混合核に炎よ宿れ、豪華将来火炎王陣。これを前期、前期いつかで生まれやがれ。見つけや、いつものバズの逃亡だ。くらえ、超火炎王子。なんだこれは。土屋、瞳、天野。瞳、しっかりして。大丈夫、気絶してるだけじゃ。こっちもじゃ。よかった。ああ大量で苦労した甲斐があったぜ。前期、ありがとう。別に礼なんかいらねえよ、これでお相手だからな。相馬安住。相馬、俺が分かるのか。よかった、元に戻ったんだな。相馬。はあ、若い者はええの。いいんですよ、和尚は見なくても。やれやれ、これで一件落着じゃな。我が愛しいカルマの子アンジュよ、そこはあなたのいる場所ではありません。あれがカルマ。
んなべっぴんさんが敵の親玉か。てめえまだ懲りてねえのか。こっちへ降りてこい。前期殿あれは幻影じゃ。カルマ様、私は戻りたくありません。戻りません。どうなってるのだ一体。あなたは私と血の契約を結んだのですよ。カルマの子供となった者が逆らうことは許されません。やめろー。